山本乃木太郎「当選美人の死」「1」「仕事というものを持たない私は日課にしている午後の散歩のためにその日も3時過ぎにぶらりと家を出た」 十禅寺の見晴らしの良い鐘楼の石垣に腰を下ろして静かな大阪湾や雲のように西に伸びている木々の山々を眺めて木戸に着いたのは5時には間のない頃であった岩屋川の土手を下って松風橋を渡るとその辺り一帯は区画整理が施され石垣などを積んで立派な住宅敷地になっている。 半ば雑草に埋もれたバカに広い道を二三丁行ったところの左側に新築したばかりの中流住宅とでもいうのだろう門構えの同一構造の家が4個ばかり並んで立っていたその五六軒手前まで私が行った時である突然その家の一軒から白い前掛けをした一人の婦人が飛び出した その夫人は東の方へ23歩駆け出したかと思うと急に方向を変えて西の方へまた23歩駆け出したがまた元の位置へ引き返して一足門内へ踏み入れまた慌てて道路へ出てきたその様子は非常な驚きのために道を失っているということを示していた私は自然足を早めた 弦の手前まで近づくと夫人は初めて私の存在を知ったらしく私の方へかけてくるような様子を見せたがさすがに人の前だということに気がついたか割合静かに私の方に近づいてきたそれでも胸の動悸は収まらないと見えて慌ただしいおじぎをしたまま急には口を開かなかったどうなさったのですどうかなさったのですか 私の方から声をかけると夫人は人がが殺さされているののです。隣のお奥さんが驚きに振るう声で答えながらそこの門内を指さしてみせた先ほどから夫人の朗媒した様子を見て幾分不安なものを感じていた私は人が殺されていると聞いてドキリとした だがその辺りは前にも言ったように地上げをしたばかりの空き地や畑などの中にぽつりぽつりと家が建っているくらいのものでそこの4個の家も西側の2個は空き家になっているというようなありさまであるからその周囲に人影を見ることはできなかったははあ、人が殺されてるんですかに、 私は余儀なく夫人と共に家の中に入った夫人は玄関のど間に立ったまま座敷へ上がろうとはせなかった私は玄関の次の間の表洗剤になっている八畳の間に入っていどこです殺されている部屋というのは奥の六畳ですよ私はそっと次の間を覗いてみた 硬直した獅子カッと見開いた目ザクロのようにえぐられた喉血の池に漂っている黒髪殺人によって連想せられるものすごいものを私は想像しただが私はそこに一歩を踏み込んだまましばらく呆然として立ち尽くしたそこには私が今まで想像していたような凄惨なものは 何一つなかったのである。雨戸代わりに引いてあるガラス障子を漏れる薄い夕日が赤々と畳の上に差し込んでちょうどその座敷の壁に沿うて置かれてある葬切りのタンスの一部に伸び上がっていた死体はその差し込んだ夕日を下半身に受けてタンスの方に顔を向けややくの字に横たわっていた私は瞬間 美しいなと思ったことを白状せねばならぬ死体の夫人は清掃して荒い赤に四季の花を染め出した目も覚めるように美しい小浜ものらしい晴れ着赤いもんちりめんの下着が裾の方からこぼれていたそれなのにどうしたことか帯は閉めていず水色に細い銀筋の入った竜巻一本を締めたままであった 左の肩から畳の上へ流れた長い裾の上には大きな花模様が浮いていたそして死者の枕元のふすまのそばには白面りとでもいうのか白地に天平模様の帯がきれいに折りたたんで置かれてあったしかし私がその殺人現場を美しいと思ったのはそれらの色彩から受けた感じだけであるとは言えない ほとんど完全に金星を保って発育した獅子死,死体それが息をしていないだけに青い畳の上にちょうど水にその半身を浮かしてでもいるように何の意志も抵抗も受けずに長々と横たわっているそのなだらかな線が主として私に美観を与えたものに違いないあなたが最初に発見せられた方なんですね ようやく我に帰った私は次のままで来ていた夫人に言葉をかけたええさようでございますよ実はいやちょっと待ってください夫人は発見した当時の模様を話し出しそうな様子だったので私はそれを遮ったとにかく第1番に警察へ知らせなければならないのですが僕がちょいと行ってきますから あなたはしばらくここにいてください。ええ、それは私が言ってまいります夫人は慌てて玄関の方へ引き返していった私は最初の発見者であるこの夫人をしかもどこの人であるのかそれさえも知らずそのまま現場を去らせることにちょっと不安を感じたので夫人の後を追って玄関まで出てみると夫人は東隣の細君ででもあるらしく 4歳ばかりの子供を連れて出て行ったので私は安心して引き返した茶の間の長火鉢の前に座った私はまず巡査の車ではと思って敷島に火をつけたそしてそこにかかっていた柱時計を見ると5時20分であった私はふとあんなに美しい夫人を殺したのは何者だろうと思うと 誰でもが持ち合わせている探偵的な興味が頭をもたげてきた死体の横たわっている六条座敷の模様を見ると葬切りの半段スに並べて黒描き者らしい六尺段スが置かれその並びは半弦の床になっているそしてその床は壁に沿うて古代模様の品皿を絞って垂らしその上に焦げ茶の絹ひもで 一枚の油絵が釣ってある。その油絵はただ一輪だけ赤い花をつけたサボテンが描いてあったその反対の側は場芭蕉布張の襖すま4枚を入れた押し入れになっている座敷の畳はまだ青々とした新しいもので床の前には黒檀の机そのそばに品焼きらしい瀬戸物の火鉢が置かれてあった 私はそっと死体に近寄ってみたそしてその顔の美しさに驚きを再びしたのであった頸部には黒いシュスの細ひもが巻きついていたそれを見た時私はなんだか訳のわからない腹立たしさを感じた3 検事の一行が到着したのは7時であったさすがに職務柄その検証の綿密さには私も感心した検証が済むと参考人として私と隣の彩君とが尋問を受けた隣の彩君は奥さん被害者は大変子供好きで渡し方の4歳になる女の子を普段可愛がってくださるものですから こがとりとあころが今日の午後5時頃子どもが外から帰ってきていうには「隣のおばちゃんねんねここに頸部を指さす帯がついているの」と繰り返し繰り返し言うものですから変だと思って裏口から入ってみるとあのありさまで びっくりしたような次第です大変物静かな方でもあり隣へ越してこられてまだ20日ばかりによりならないので家庭の事情などは一切わかりませんがご主人は大阪の保険会社とかへ出られるとのことでこちらへ移ってこられて23日するとどこか遠方の岡山とかへ出張なすったきりでずっと奥様がお一人でございました。 昨夜から今朝、死体を発見するまでに奥さんの姿を一度も見かけませんしまた人の出入りしたことも存じませんというような答えをしていたそばで聞いていた私はこの事件の参考人はこの女一人よりないのだがこれでは雲をつかむようでいかな専門家でも手がかりは得られまいと思ったことであった さいくんの陳述を聞いてしまった。検事は？被害者がタバコを飲んでいるのを見たことがあるか。と傍らの火鉢に林立した吸殻を見ながら訪ねた。さあ、どうですか？お飲みになっていることを見たことはございますが。すると隣の間から覗いていた1人の老人が突然にへい申し上げます。と言いながら。 の私はこの家の家主でございましてついこの二丁ばかり東にタバコだの化粧品などの店をしておりますがこれまで奥様がタバコを買いに来られたことは一度もございませんから奥様はタバコをお飲みにはならないと存じますところが妙なことがございますので 昨晩8時半頃でごでざいました。奥様がたばこを買いにおいでになりまして朝日を1個差し上げましたがその際私が「旦那様がお帰りになりましたか?」とお尋ねしますと奥さんは「はあ」というようなお返事をなさいましたこの老人が供述に列座の人たちはちょっと緊張の色を見せた。 検事は被害者がタバコを買いに来た当時の服装挙動等について詳細な尋問を行っていたがこれ以上に捜査の手がかりを与えるような答えを聞くことはできないようであった医師の検案の結果によると死後13時間以上を経過しているという話であったしてみると凶行のあったのは21日の午前4時ごろに相当するわけであるがそういう早朝に 死者が何の必要があって晴れ着を着ていたものであろうか殺してから着物を着替えさせるというのはよくある手だしかしそれにしてはなぜ式服とも言うべき晴れ着を選んだものだろうかちりめんの重ね物なは女でも衣装漬けに多少の経験のないものは人につけさせることは困難だと聞いている死者は帯こそ締めていないが 割合にきちんと衣装をつけているしてみるとこの犯行は多少衣装付けに経験のあるものに違いない被害者が着着替えた着物はどこにある制服を着た警部が尋ねると押し入れの中を探していた私服の刑事らしい男が袖畳みにした一重ねの縦縞名銘の着類を持ち出してきた煙草を買いに来た時には。 この着物を着ていたがね。賢治は着物を示しながら家主の老人に尋ねた。えい、採用でございます。確かその着物であったと存じます。この着物は押入れのどこにあったのですか。賢治は押入れの中を覗くようにした。私服の刑事は賢治の視線を妨げないよう体を寄せ、 そこに積み重ねてある品カバンの上の柳氷を指さしながら「この上に羽織と重ねたまま袖畳みにして載せてあったのです」検事はちょいと考えるような封をしたがそばに立っていた警部と低い声で何事かをささやき合って2人とも微笑していたその筋の人たちもやはり死者の着物に目をつけていることを知った 4私が帰宅を許されたのは午後9時過ぎであった私はその筋の人たちの検証が綿密であったことに感心したが非常に不満に思ったことがただ一つあったそれはあのサボテンの絵のことである私はなんだかあの絵がこの事件に大きな関係を持っているように思われて仕方がない それにその筋の人たちは一向も与えてはくれなかった。もっとも私があの絵を重大視する理由としては、私自身を満足さすに足るべきものすらない。あの絵に署名のなかったことや、絵がちょいと得意な感じを起こさせるサボテンの花であったことなどをその理由として挙げてみたところで、事件とは何のつながりもないことである。それなのに 私にはどうしてもあの絵をこの事件から切り離して考えることができないあの青黒いトゲのある醜い肌と色そしてあの不気味な中にもなんとなく滑稽なものを感じさせるあの形形だけは朝顔に似てその弱々しさには似ず実に堅固な感じを人に与えしかも可憐そのもののようなあの花あの絵を私は 死人のの部屋に見たのであるそしてそれが仕入れの百貨店物でないことは素人目の私にもよくわかる町の額縁屋などに並べてある仕入れ物でもそれがすり物でない以上大抵は署名があるあの絵にはそれがなかったあの絵こそきっと何かの秘密を持っているに違いない 私は自分自身に作った秘密を楽しみながら家に帰った翌日から23日は曇っていたり雨が降ったりしたものだから事件の経過を気にしながら私は外出をしないでいたそして事件のあった日から4日目のことであった被害者の家の前まで行ってみると殺された女の夫が帰ってでも来ているのか 家ののうちには人の気配がした私は別に用事もないのに突然その夫と会うというのも変だと思ったのであの日顔なじみになった隣の崔君に会ってみようと思った玄関の拭き掃除をやっていた崔君は私の姿を見ると丁寧な挨拶をしてしきりに座敷へ上がるように進めたが私は玄関の上がり口に腰を下ろしたまま すぐに事件の話を持ち出した。この細君はどこから聞いてくるのか実に驚くほどいろいろなことを知っていた一通りの話を聞いてしまった私は床の間に床の間にかけてあったあの楽あなたもご覧になったでしょうあの楽のことについては何もお聞きにはなりませんか細君の話が、 私が一番気にしている額のことに及ばないので尋ねてみたええ存じておりますよあのサボテンが書いてあったあれでしょうおかしいじゃありませんかあの額は旦那の少しもご存じないものなんだそうですよ旦那のお留守中に奥さんが買っていらしたものなんでしょうかそれよりもあなた奥さんが着ていらしたあの衣装あれは 旦那さんとご結婚当時の式服だったんだそうですよご結婚といえばお二人は結婚なすってからまだ4月ばかりにしかならないんですって崔くんの長い話から警察ではこの事件を地上関係とみて被害者の結婚前の素行や恋愛関係などについて捜査しているが結婚前の素行については一点の非難もない 恋愛関係なぞいうものは少しも現れてこないただ調査すればするほど被害者の水のように冷たく澄んだ無口な性格だけが著しく出てくるばかりであったというようなことを私は知った美人薄名とといいうことがございます崔、ね、く君は真面目腐って「美人白明という言葉を使った。 承るとあのお方はおかわいそうな方でございますよご両親は二年ばかり前にお亡くなりになってただ一人のお兄さんが船に乗っていられるとかで本当に身寄りの薄い方だと思うすことでございます崔くんの話はそれからそれと限りがなかった私は最後に被害者と夫との間が 世の新婚者のそれのようにむつまじいものではなかったということだけを聞いていとまを告げたある雨の日のことであった私は日課である散歩にも出られず所在がないまま押し入れの隅に積み重ねた古雑誌の整理を思いついた 私自身のものが一段落すむと次には妻が迷子を取っている両夫の友に手をつけて何気なしに口絵をくっているうちそのうちのある一枚に思わずも視線を凝らしたそれは美しい結婚衣装の原色版であるこの口絵を発見した時私はすぐそれが 殺されたた婦人の着ていた衣装とと同じ模様であることを知ったその口への欄外にはこの衣装がバツバツ画伯の衣装になるものであることや白木屋でできたものであることなどが記されその末尾にこの結婚衣装は美人投票の当選者小松由美子さんに本社から贈呈したものであるという意味のことが記されていた。 発行日は大正14年の10月号であったそれでそれから23か月を遡ってみると7月号の口絵に荒い縦島の名も者らしい合わせを着た美しい由美子の半身像が載っていた言うまでもなく由美子とは被害者本人の名で小松という姓は現在の夫草野正一と結婚前の実家の姓である そしてその欄外には「京都東山みどり氏推薦」と記されてあった私はこの口絵を発見した時謎の一部が解けたような気持ちがした今考えてみるとまことにつまらない暗号であるがその時には全くうれしかった翌日の散歩には早速その雑誌を懐に入れて家を出た 例の細君を訪問するつもりで家を出た私は歩いているうちにそれが事件にとって何の発見でもなくただ物好きな隣のイ君を喜ばす材料に過ぎないことが分かってくるとバカバカしい気持ちにもなるのであったが何かまた新しい話でも聞く材料になるかもしれないと思い直した隣のイ君の家には来客があるらしく玄関に男女の下駄がきちんと揃えてあった 私が土間に入るとさい。君はすぐに出てきた。先日はどうも失礼をさ。どうぞ。今日は誠に良いところへおいでくださいました。実はただいまお隣の奥さんの兄さん、ご夫婦が見えているところでございますよ。私が挨拶をする間もなく、例のさい君は私を座敷へ生じ上げた。私は被害者の兄だという。 32歳の色の浅黒い立派な顔立ちの人とその妻だという女の人から丁重な挨拶を受けた例の通り口の軽い隣の彩君は次から次へと話の糸口を作っていったそれは言うまでもなく殺された由美子を中心としたものであった由美子の兄という人もどちらかといえば突弁の方ではあったがそれでも ポツリポツリと語る由美子の身の上話などは突然な人であるだけに話には眼畜とでも言ったようなものがあったしかしこの人たちの話もこの事件の中心であると私の信じている絵と衣装とには容易に触れて行きそうになかった失礼なことを申すようですが由美子さんが召していられた衣装ですなあれは 私は懐から2冊の雑誌を取り出したご存知ですか実はあの衣装について少しばかり不思議に思うことがありますのでそれが今回の事件に関係しているのではないかと思ったりしているのですあの衣装はご承知らしいですが両父のお友からもらったものなんですところが 両布の友へは誰があれの写真を提供して推薦したのかその推薦者が皆目わからないのです無論その当時両布の友者でも京都の町名は忘れましたが東山緑宛てに送った推薦者賞が戻ってきたという話で結局 誰が推薦したものかわからずにしまいましたけれども両夫の友護者に送った写真だのそれについている手紙などをお調べになれば分かったでしょうに私は今聞いた新事実に興味を覚えながらダメを押すように言った全くですそれくらいのことはすべきであったのです 価格およそ千円もの商品を受けながらその推薦者を不明のまま打ち合っておく謎は乱暴な話ですが当時僕は当時僕は商船学校にいた自分で家のことや妹のことなどには構わなかった方ですからただそういうことがあった という母の話を聞き流しただけでした6そうすると東山みどりというのが何者であるかということがまだわからないわけなんですねええそうなんです。 私はそんなことを調べるのはわけないと思った「両夫の友」に乗った写真と同一の写真の数枚はその所在さえわかれば自然に明らかになるはずなんだからこの写真はどこで撮られた写真で何枚あったものなんです私は両夫の友の口へをさしながらちょっと探偵口調になっていったそれが分かっていれば。 わけはないんですがはっきりわからないんですよそれと同じ写真は3枚あるんですがね1枚は私の家にあり1枚は由美子の学校時代の友達の家に残っているんですが2枚とも台紙から剥がして写真帳に貼り付けているんです。 そして不注意なことには撮影年月日も写真撮影館の名も記入していないんですもっともその由美子の学校友達がいれば覚えているだろうとは思うんですがそれも死んでしまったものですからそして 残りの1枚が由美子の手元にあったはずなんですがどんなに調べても見当たらないんですははあそうするとその1枚が両夫の友社へ東山みどりの名で送られた分で都合3枚の所在が明らかになるわけですねところがひとつきばかり以前に それと同じ写真を由美子が持っているのを草野が確かに見たというんです結局4枚あったわけですね両夫の友社では破棄したと言っているんですから絵のことも聞いてはみたがあの絵はいつごろ由美子が持っていたものか知らぬということであった私は次第に探偵的な興味を覚えてきた 結局この事件は「東山みどり」それは変名であることが明らかだの実態さえつかめば解決すると私は信じたそれには一枚の写真がどういう経路をたどって東山みどりの手に入ったかそれさえわかればいいそしてそれを明らかにするためにはまず撮影した写真館を知ることが第一であると思った このおぐしはよほど田舎の上結さんが言ったものでしょうね雑誌の口えに見入っていた隣の崔くんが独り言のように言ったそうおっしゃればどこか田舎臭いいぶりですわね兄の妻だという人も雑誌をのぞき込んだ大正14年の春ごろ由美子さんはどこか田舎へおいでになったことはありませんか 髪の言い方が田舎臭いという隣のイ君の偶然な発見からふと思いついて尋ねてみた大正14年の春といえばちょうど私が学校の練習船に乗っていた頃ですがそうおっしゃれば思い出せますその当時母からよこしたはがきに妹が 北国の温泉へ行っている、というようなことが書いてありました。北国というだけで、どこという記憶は終わりになりませんかそうですね。地名の記憶はありませんよ。私はもうこれだけわかれば、写真の方は十分だと思った。それで、 両夫の友社から商品として結婚衣装を送ってきた当時の模様を聞いてみたどうも学生時代のことでそれに学校の性質上家庭と離れていたので詳しいことは分かりませんがたくさんある縁談に由美子が耳を貸さないので母は それを非常に苦にしていたことを覚えています。それでその理由をいくら追求してみても、由美子は要領を得た答えをしない、ちょうどそういう場合に、あの結婚衣装がまるで天から降ってでも来たように届いたものだから。 父や母はあっけにとられたそうです。場合が場合ですから、親たちは喜んではいましたが、親たちにしてみれば、その推薦者に心当たりさえないので、これはきっと、弓子に恋人があって。 その人のしたことだろうというので親らしい慈悲でいろいろと弓子に尋ねてみたらしいのですすると弓子は「これはきっとあの人がしたことに違いない」と言ったそうですがどうしても ところや名を言わないと母が困っているのを聞いたことがありますよ。妹さんはその男に会ったことはなかったのでしょうか母もそういうふうに言っていましたから多分会ったことはなかったんだろうと思っています。 ユミコの兄はこう言って、亡き妹を悼むような目をした七私は美子殺しの探偵にわざわざ加賀の山中まで行ったわけではなかった秋からずっと持ち越している格稽を 故郷に近い山中で年内に直してしまいたいというのが主な目的であったがもちろんそのついでに写真の詮索もやってみるつもりであった山中温泉駅に下車した私はすぐ黒谷橋の方へ下ろうとしてふとその坂の下り口に出ている写真屋の陳列棚を見たそれは板の上の本通りにある雑貨屋の横田に取り付けた3尺に5尺くらいの 深さはわずか五六寸くらいよりない箱型のものでその前面のガラスは観音開きになっているそれは坂の下にある清風館という写真屋のものであることがすぐに分かったその中には主に夫人の写真が十枚ばかり並べられてあったがその中央に色は少しばかり痩せてはいるけれどひときわ目立って美しい女の写真が立っていた それが「両夫の友」の口に出ていたものと同じ縦縞名銘を着た由美子であったこの写真の撮影所の詮索はそう大して困難だとは思っていなかったがそれでもあまりに無造作に発見せられたのでいささかあっけに取られた君であったすぐに飛び込んで正してみようかと思ったが不用意に飛び込んで変に隠し立てをせられては困ると思いそのまま素通りして ひとまずホロギ旅館というのに宿を取ったそれからのち1週間ばかりの間に私の取ったフィルムの現像焼き付けなどを依頼したり旅館へ呼び寄せ庭で私自身を取らせたりなどして清風館の主人とすっかり心安くなってしまったそうしてついに彼から次のような話を聞き出したのであるあの写真の夫人は 一昨年の春山中旅館に滞在していたがあまり美しいのでこちらから願って1枚取らしてもらったそして焼き付けた3枚を渡して焼き増しした1枚を陳列に飾っておいたところが陳列に入れてから23日の後にそれが盗難にかかっていることを発見したそれですぐにまた1枚だけ焼き増しをして陳列の中に入れた 現在のものもがそれである。私はこの話を聞いて由美子が東山緑という変名の主に会ったことがないという事実を信じなければならなくなった由美子の写真を盗んだということは東山緑と仮定する者が由美子の面前に一度も現れなかったということを証明しているもし由美子の周囲にいた者 または由美子に面識のあるものなら由美子の写真1枚を得るために陳列の中に飾ってある写真を盗まなければ得られないというはずはないさて一つの新事実は発見したが写真の方はここでとんざの形となったそれでこの辺りで方向を変えて例のサボテンの絵について少し調べてみようと私は思った それは前後の事情から考え合わせてこの絵が必ずこの温泉場で描かれたものに違いないと信ぜられたからであるそしてそれも由美子の写真を清風館の陳列棚に発見したと同じ容易さで知ることができた小滑り旅館の庭に鉢植えのサボテンがたくさん置いてあったことから女中たちの話を引き出した私は2年前の夏この旅館の一室で あの絵が描かれたものであることを知ったそしてそれを描いた青年佐伯昭春が京都のバツバツ大学の教授佐伯博士の冷息であることまで明らかになった私はこれで一切が解決したように思ったがまた考え直してみるとすべてが私の独断ばかりであるような気もした東山緑が佐伯昭春であったとしても 彼らは事件ののの当でで本当に未知の間柄であったのだろうか。私が知る事実の範囲だけで佐伯明治を犯人なりと断定して良いものだろうかこの事件は外面に現れた事実だけでは到底判断することのできぬ内容を持つ難件だと初めて私は感じたのであった。 私が11月の中頃神戸に帰ってみると事件は解決していたそれは佐伯明治という青年の自殺死体を発見したことによってである由美子の写真とともにその傍らにあった遺書によって彼ら二人が事件の当夜まで未知の間柄であったことが明らかにされ明治の自殺が いかに歓喜に満ちたものであったかが想像されるということであった私はあの美しい死体が久しく胸に抱いていた幻想の美しさとその深さとを感じてこの古風なまるで近松物にありそうな恋愛を嬉しく思った自殺した秋春の傍らに2本の松葉杖が揃えてあったということは 二三日の後に聞いたことである。